ります。あっこのいい加減に旋回、今週も電話ファックスメールお待ちしております。最近の出来事からあっこさんへの質問までテーマはフリーです。そして脳トレの問題もよろしくお願いします。はい、受付電話番号東京03-3211-3222です。電話は東京03-3211-3222、ファックスは0570-021242、0570-021242、そしてメールアドレスは小文字で AKKO、アッコアットマーク 1242.com、アッコアットマーク 1242.com でお待ちしております。さらに電話で参加いただくコーナー、クイズ和田オネア、アッコさんの番組内の発言がクイズになっています。正解すると1万円を差し上げます。はい、メールやファックスに電話番号を書いてくださった方は全員抽選の対象になります。番組の中で紹介されても同じように出場の抽選の対象です。選ばれた方にはスタジオからいきなり電話をかけます。この時に5回コール以内に電話に出てくださらないと回答権失格となります。その場合他の方に権利が移ります。メールやファックスには電話番号と本当のお名前、住所も書いておいてください。ラジコで聞いている方はお手数ですが、ラジコで聞いていますと一言書いておいてください。そういう方が選ばれた場合はクイズの問題を読み上げて、ある程度時間を空けてからこちらから電話をかけます。ぜひご協力をお願いいたします。はい、続々ともう感想を含めてメールファックス届いておりまして、はい、足立区のマリンさんはですね、アッコさんとアビルユーちゃん夫妻との写真を見ました。うん、あ、これはツイッターかなですかね。あ、なるほど。はい、すごくいい雰囲気ですね。あ、そうですか。そして思ったのは、はい、アッコさんの帽子姿、はい、珍しいなと思いました。帽子といってもアッコさんキャップのイメージがあるんですが、え、ニットニット、あ、ニット帽だったんですね。はいはい、新鮮でしたって。あ、本当ですか、ありがとうございます。もうね、アベとご飯食べるときはもう、基本的にはもう化粧しないで、で、あいつがそういう、なんていうの、写真載っけるとかいいって言って、じゃあ口紅貸してって、口紅だけ塗るんですよ。アベルちゃんの口紅を。そう。だから、もう全然ファンデーションも塗ってないし、うん、もういいよって、私はもうツイートやめたから、はい、ツイッターも。はい、あ、そうですか、ありがとうございます。そうなんですね。みんな見てるんですね。先週この番組で、はい、それこそあのポリープが良性で、うんうん、無事に手術も終えて、そうそう、でお医者さんの許可をもらって、はい、1日前倒しで伸びますと。そうです、そうです。浴びると伸びますという話をしたら、はい、もうすぐネットニュースになってましたね。あ、そうなの、はい、なんだって和田アキ子浴びると飲むって。どういう意味わかりませんけど、僕もそれを見た時に、浴びると飲むっていうものを文字だけで見ると、うん、浴びるように飲むみたいな感じに取られるから。いや、確かによく飲みますけど、はい、そうでもないですよ。多分ポリープの手術が無事に終わったということがニュースの、はいはい、まあ、中身だと思うんですけど、はいはい、結果浴びるゆうちゃんと飲むということまで含めて、なんか結局ね、だからその飲めないから歯の手術もしちゃったから、はい、結構だから昨日抜歯したんですけどね。あ、そうですか。昨日もまたね、濃い一日で、まあ、取材とかね、JAL の機内誌の取材とか、あとなんか、サンデー毎日で、なんか、昭和のテレビを振り返るみたいなコーナーがあるらしいんですよ。はい、で、まあ、資料として見せていただいたら、萩本欽ちゃんとか、いろんな方もお出になってるんだけど、なんかデストロイヤーが日本に来て、まあ、その、担当者とデストロイヤーって分かるでしょ、噂のチャンネル。あの、まあ、プロレスラーとして有名になった人がバラエティに出て、そのバラエティの中で共演していたのが噂のチャンネルのアッコさんです、ね。そうなの。それでもうデストロイヤーってもう世の中に、その今までヒール、力道山をなんかこうずるいことして嫌われてたのがアイドルになったんですか。だからデストロイヤーそのサンデー毎日の人となんか親交があるみたいで、その昭和のテレビを振り返るっていうんで噂のチャンネルを語ってほしい。デストロイヤーなんて全然合ってなくて、それで私の40周年の時だから今から9年くらい前にニューヨークのアポロシアターでやった時に客席からデストロイヤーが花束を持ってきたんですよ。で、花束を持ってきて、おーですとかって言ってて、私は楽屋に来るかと思ったら来なかったから話してないんですよ。なるほど、なるほど。で、それをなしとするともう何十年ぶりなんですよ。でも私基本的に昔のこと言われても何も覚えてないよ。いや、そういうのもいいと。で、向こうが、まあ、資料をね、調べられるし、で、通訳もちゃんとつきますから。あ、そう、そんなら別に仲良かったしいいよつって、ホテルでやったんですけど、
まあデスも年取ってて、はい、いえ顔は年取ってないの。顔使って覆面、覆面なのよ。だから年が分かんないの。別にこれ覆面取った状態でアコさんと会うってことはあんまなかったんですよね。じゃあ前に、はい、これも昨日も言っちゃったからもう活字になるから OK だと思うけど、ずっと昔だって43年前だもん、噂のチャンネル。そうですよね。その当時あのみんなでレスはレス、レストランやね、はい、レスはあのレスって言うんですね。そう、麻布十番に住んでたんですよ。でなんかおうち招待されて、であのプロデューサーとその噂のチャンネルのね、はいはいはい、プロデューサーと私と千田光男とか、当時マギーミレンコもいたわ。それでみんなで出演者お呼ばれしたの、はいはい、お呼ばれしてピンポーンしたらね、ちっちゃい子供、男の子と女の子、まあお子さんって分かりましたよね。ただおじちゃんが来て、で「ハロー!」とかって言いながら「じゃあお邪魔します」とかで、そういう時は日本語ちょこっと喋れて、昨日は全くダメだったけど「どうぞどうぞ」って言ってリビングみたいなとこ通されたのよ。でそのプロデューサーとあの A さんっていうんだけど、このプロデューサーがよくできた人で、座って「いい家住んでますね」とかってうちらが言ってたの。儲かってんだなデストロイヤーも。って言いながら、そのおじちゃん私たちの横座ってるからずっと、あのデストロイヤーどこにいるの？だ私が Excuse me? Where is the destroyer? だ、わ？って向こうが言うから何？って言うから、いやデストロイヤーはどこにいるの？って言って、 It's me! ってみんなでさ、お父さんかと思う。マスクなんて、お父さんだと思ってたら、マスクしてよって言って、そんなかデストロイヤーって感じがしないとなんか話ができないというか、そうなの、それでちょっと髪の毛もちょっとね、ああ薄いというか、なんか薄くなってきてて、そうそうそう、後頭部がね、もう笑っちゃってさ、でその当時はまあ奥さんがマスク手作り で、で白だけど縁取りだけ色変えてたりしたの、目の周りも、でももうそうやってね、で昨日あったらほとんどもう日本語喋れないので、どういう日本語覚えてるっつったら、あの少しお金1,2,3,4,5もう少しです。お前ね、そんな日本語何の役にも立たんと。そしたらもうちっちゃい小学生ぐらいだった男の子と、あのその下の妹だった子がもう成人して、そうですよね、43年前そうなのよ。そしたらもう通訳みたいになっちゃって、英語と日本語で、日本語もものすごくうまいの。じゃあずっと日本にお住まいなんですね。そう、子供たちデストロイヤーは今なんかナイアガラの滝の方の近所で、なんとかゴルフ、パーカーゴルフとかなんかいう、ちょっとパーカーゴルフ、パーカーゴルフ、なんか日本のゲートボールとは違うんだけど、パークゴルフ、パークゴルフ、パークゴルフ、そういうのをやってるらしいんだけど、まあ昨日ハグして、たらハグしたらタンノスイとかって言ったら、デストロイヤーの右足、私の靴踏みまくってさ、デス足で足で避けてよ避けてよって、もうそれが英語は出てこなかったから、皆さんバシャバシャバシャ、キャメラマンも撮るし、いやいやみんな言ってよ足避けてって。したらごめんなさいっつって、で後で聞いたら、はい、デスもやっぱりもう86なんだ。おじいちゃんもいいとこですね。じゃあそうなると、でもいい体なのよ。あ、でお元気で、なんか足には感覚がないらしい。あ、それはごめんねっつって謝ったんだけど、いやでも足踏んでアッコさんがちょっと行ってよっていうくだりなんかは、うん、やっぱ相性いいっすね。だって噂のチャンネルってそういうヒールの強いイメージのデストロイヤーを、うん、まあアッコさんがある種こうハリセンとかで叩いて、その逆転がまた面白かったわけですね。そうなの。それでその日本語をよく分かんなくて、私が動物苦手っつって、もともとオープニングで大きな犬ね、なんかダレ犬って私たちは呼んでたんだけど、なんかオールドイングリッシュなんとか猟犬に使われるぐらいでも、あの名犬なのよ世界中でね、何も言わない。でそれを私が苦手だっつってんのに、じゃあ赤ずきんちゃんの役して、じゃあ私はもう寝るわとかって言って、こうベッドに行くと、その犬ごと私のとこ投げてくるとかさ。で、アッコさんが、どうやって、そう。で、動物が嫌いだっていうのに、あの、
ゴムでできてんだけどね、そんなこと知らないからさ、そうそう、マムシのこと、ミムシーミムシーとか、デスバカ野郎言うならちゃんと言えとかね、それが面白かったりしたんですよ。生でやってるわけです、生放送で。うん、でそれで、私が、まあ、この番組でも何回も言ってると思いますけど、それは金曜日の生放送で、で、土曜日朝ね、一番で飛行機乗って、今でいうツアーですけど、公演があるわけですよ、歌のね。はいはい、そうするともう、前の日に、とんでもない声出してるから、ハプニングね、キャーッみたいな、そうすると歌の声が出ないわけ。ね、すいません、声が出ませんって言うと、あこちゃん、大丈夫よ、昨日あれから、千田光どうなったの、その話して、超前なのに、私それがショックで、やめさせてほしいっつってお願いして、まあ話せば長い、この番組で言ってるけど、普通の通常の、辞めるっていうのは半年前とか3ヶ月前に言わなきゃいけないのを、いやいやもうこの一月で辞めさせてくれないんならもう芸能界辞めて大阪帰ります。で大変な問題になって日本テレビ出入り禁止2年間これだから歌手和田アキ子としてものすごく傷ついたんですね。ものすごく私は歌を歌いに東京に来たのに。ただこれ人気のない番組だったらさほど問題にならなかったかもしれないんですけど、大人気番組でメインのアコさんが急に外れるとなった時に、まあ、大騒動になったわけですね。だって視聴率 2% の時に 35% で社長賞、小林さんって人が社長だったんですよ、当時の日テレ。麹町日テレで撮ってたんですけど、社長賞2回いただいてんのよ。 2% が 35% だったんですか。最高もうそんな話をですとやるんだけど、です日本語も全然覚えてなくて、はい、なんであんたこんな何回も行ったり来たりしてんのにね、結構来てるらしいんですよ日本にも。日本語覚えないのよったら、ずっと昔にアコがあなたこれ以上日本語覚えるとダメ、覚えると面白くなくなるからって。それはね仕事してる時なのよ、はいはい、噂のチャンネルやってる時に日本語分かっちゃうと、あもう面白くなくなっちゃうからあんま覚えない方がいいとは確かに言ったの。それねやめてからもね守る必要がね律儀にデストロイヤーさんはアコさんの教えを。久しぶりだった、可愛かった本当に、面白かったよ。デストロイヤー懐かしいですというメールが今横浜市のドロンジョさん、はい、噂のチャンネルよく見てました。まだ日本テレビのアナウンサーだった徳光和夫さんが、そう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 、4の字固めをかけられて、はいはい、激痛手当をくれそうと絶叫したシーンは、はい、今でも覚えています。そうだよね、アナウンサーがねそういうこと言うと大変な問題の時だったから。あそれでなんか不敬参観かなんかだったんだよね、うんうん、あ徳光さんのプライベートでそういうなんか土曜日なんだけど、はい、でもそれでもでもね昨日もその話になって、そんなに4の字がダメね、そんなに痛くても徳さんマイクを外さなかったっていうのがすごいなっていう。確かにそうですね、うん、手にマイクを持ってね、今見てピンマイクじゃないから、はいはい、手にマイク持ってたんですよ。で「いてこの野郎」とか言ってんだよ徳光さん。これだから本当に生放送のハプニング性を最大限に生かした。そうだってリハーサル、ね